はいどうも、今日は、名古屋駅、JR 名古屋駅の今日は西口の方に来ております。こんな感じでタワーが 1,2,3,4,5 ぐらい見えますね。目の前に東海道新幹線止まっております。新幹線のホームが一番西側にありますね。でこちらは、新大阪方面に向かう列車でございます。東京方面ではございません。はい、でこちらからリニアの工事進捗状況を取っていきたいと思います。はい、こちら、名古屋駅西口の、状況でございます。どんな風になってますかということですね。ちょっと逆光で全く見えないですね、すいません。でここに、歩道ルート変更のお知らせということですね。令和2年10月17日に歩道ルート変更しましたということです。理由としては中央新幹線名古屋駅新設工事に伴いということですね。で、名古屋駅ですね、リニアの名古屋駅というのは名古屋駅の北側の方に作られる予定でございますので、この辺りですね。で新幹線のホームがここにあるものですから、多分ここからこれですね、新幹線のホームですね、これが。でこの辺りに多分上下に行けるようなところを作ってるんじゃないのかなということですね。駅を作る工事は令和3年11月30日までということですから、それでほぼ駅の、大部分ができるのでしょうか。ちょっと分かりませんが、新幹線が動きましたね。この辺りにリニアの駅が作られるんじゃないでしょうか。リニアの駅が作られれば非常に便利にはなりますけれども、順調に行けばいいですが、正直どうなんでしょうかというところですね。で引き続きちょっと、歩いていきましょう。なかなか名古屋のこの太閤通り口っていうんですけど、西口ですね。やっぱり人の流れが少ないですね。名古屋の先ほどの東口ですね、あっちが桜通り口というんですけれども、あちらの方がやっぱり、店舗だとか事務所だとかオフィスが多いものですから、やっぱり中心はあちらになってしまいます。ただ、こちら今度リニアができたことにどう変わるかなというところでございますね。ちょっと正直それも楽しみです。はい、行きましょう。亀島方面に行ってあります。亀島というのは名古屋市営の東山線の駅があるところですね。名古屋から次の駅一駅目です。時間にして2分ぐらいで着きます。はい、工事をしているところですね。ちょうど開いているので中をちょっと見えるかなと思うんですけど、すごいですね。だいぶ地下まで、あそこは駅になるんでしょうか。すごい。まだ具体的な建築物とかないもんだから、多分地下を掘っていくのでこんな感じなんでしょう。こちらもね、だいぶ変わりますね。まず駅前はここがまず駅の、入り口ということで、核になって作ってるんでしょう。はい、この辺りまでですね、大体が工事区間です。はい、こちらもまた中央新幹線が駅を作るということで、そうですね、北の方、名古屋駅の北の方に作る予定ですね。ここから多分地下30メートルなのか40メートルなのか掘って、多分東海道新幹線と乗り降りがスムーズになるように作るというようなことなんでしょう。どうやって作るのかちょっと素人の私に何とも分かりませんけれども、早く無事にできることを祈っています。はい、名古屋駅の、前景です。道路を渡って、撮影しています。今からいろいろな解体をしているところを撮影に向かいたいと思います。今、名駅の、先ほどと同じ西口に来てますけれども、ちょっと歩いたところでいろんな
建設ラッシュということで、いろんな、まあ、ものが建てられて、何が建てられるのかなと思って来たんですけれども、この目の前の建物についてアパホテルということですね。でアパホテルはどうでしょうか。隣に30から50メートルぐらい歩けばもう一個アパホテルがあります。こんな近くに建てるんですね。まあ、リニアが来て名古屋がターミナルになれば、まあ、ホテルも結構少なくなるということで足らないということで建ててるんでしょうね。でこちらの名鉄院ですね。こちらの名鉄院も、まあ、新しく建ったホテルでございまして、で今度こちらについては塾の河合塾ですね。こちらの新社屋が、社屋じゃないですね、まあ、新校舎が建ちますよということです。はい、先ほどのアパホテルの建築現場からずっと来まして、西口の、界隈に入りました。まあ、西口こんな低層の建物が結構多いかなという状況なんですけれども、ここはもう解体ですね。ビルの解体です。宮用地でしょうね。それでまあ結構駐車場とかはありますけども、駐車場であればね、まあそんなに手間かからないんでしょうけど、まあ、こうやってビルですとちょっといろいろ大変なのかなっていう感じはします。はあ、西口についてはね、計画書をちょっと入手してないので、ちょっとどこがどういう風に変わるのかなっていうのがちょっとわからないんですけれども、ここも更地になってますね。でここも更地で、ここも多分取り壊しになると名古屋駅から多分このような感じでズドーンと駅ですね、多分そうですね、そこからまあ一直線ぐらいになっていくのかなっていう感じです。はい、でこっち、ああ今最初、あすごいですね。まあ、この辺地下ですけど、奥の方はマンションでしょうか、住居だとちょっとね、また大変になってくるかなとは思いますけれども、ちょっともう一度撮っていきましょう。はい、先ほどの名鉄院です。名古屋駅です。あそこですね。このまままっすぐ多分このような感じで新幹線がそこに止まってます。なのでここからズドンと来てというような感じになると思います。今これ、椿新名社境内整備工事を行ってますということで、ここにある神社ですね、椿、新名社というんですけれども、まあ、どうなるのかなというふうにはちょっとかねてから思っておったんですけれども、こちらも移転、ちょっと移転するんですかね。まあリニア工事で神社も移転となると、まあ、結構大掛かりですね。東口ではお寺はちょっと動かなかった、まあ、ギリギリかからなかった、まあ、そこを避けたのかちょっと何とも分かりませんけれども、まあ、あちらは寺は動かなかったんですが、こちらはもう完全にかかってしまってましたからね。ちょっと西側の計画についてはちょっと詳細のものは持ってないので何とも分かりませんけれども、まあ確か西側のやつもちらっと見たことあった時に、確か椿新名社もかかっていたなということがあったので懸念してましたが、まあまあそうなんですね。まあ、これはすごいですね。まあ、これ椿新名社境内整備工事を、令和4年3月まで行います。工事期間中は境内には立ち入れできませんので、ということで書いてあります。すごいですね。これを見ると上の方のオレンジのところは JR の事業計画地、令和3年2月よりということで、まあ、用地買収ということなんでしょうね。だいぶ変わりますね。いいもの見つけました。ちょうど椿新名社の道路を挟んで、まあ、向かい側ですね、ビルがあります。で1階部分についてはもうなんか営業してないような感じですね。こちらのビルどうなるんでしょうか。まあ、この状態を見るのであれば、まあ、もしかしたらというところではあるんですけれども、こちらのビル、こちらのビルは大丈夫なのかな。ああそうですね、離れてますね。ビルが離れてるので、多分右側のビルと左側のビルはちょっと状況が違うのかなと思います。
はい、椿新名車からすぐどうでしょうか、西方面に来たんですけど、新幹線の駅を作る工事を行ってますということですね。こちらも駅ですね。令和6年1月31日までということなんです。それまでにはもう駅を作ってしまってということでしょうか。まあ、駅といっても、まあ、こちらのそうですね、端っこの方まで多分中央新幹線の、まあ、名古屋駅ターミナルとなれば多分対比線も必要になってきます。でその対比線についても、まあ、横に伸ばすとすごくお金かかりますので、将来の大阪延伸のために多分こちらの方ですねに、持ってくるんじゃないかなというところですね。とりあえずの計画はここまででしょうか。通行止めになってます、ここ。だいぶ変わりましたね、名古屋駅。まあ、当初はまだね、始まった頃は用地買収とかで、まあ、ちょこちょこと解体されてただけだったので、ちょっとあまりビデオを撮る気にはならなかったんですけれども、まあ、東側のちょうど角のビルですね、そこが取り壊されてかなり景観が良くなったのを機にちょっと、ビデオを撮ってみたらこんな状況になってました。はい、今まだ西口を歩いておりますが、かなり視界がパッと開けるような感じになりますね。すごいですね。でさっきのところですね、あそこの先まで、まあ、更地になってますよということですね。まあこうですね、多分そうですね、ここから真正面東海道新幹線ミニ A ですね、ミニ A が走ってきました。なかなか S にちょっと巡り合えません。タイミング悪いですね。はい、名古屋駅西口です。まあこちらのですねビルについてももう入り口がバリケードで塞がれてもう入れなくなってます。ここもまあ交渉が終わったんでしょう。そしてこちらに来てこちらのビルについてももう交渉が終わったようですね。バリケードで入れなくなってます。こちらの位置関係としてぐるーっと回ってくると、はい、こちらの名古屋駅です。名古屋駅からぐるっと来たとこですね。ちょっと分かりにくいですね。まあただすぐ近辺でございます。このような形でも交渉が終わっているような感じです。しかしビルの横というのはなかなかあれですね、見ることができないので、こういう時に見ておくといいかもしれませんね。はい、今こちらですね、西口のところです。ビルが一部取り壊されております。そしてここには、まあ、JR 東海管理室ということですね。こんな風にロープが張られて入れないようになっています。まあ、当然 JR 東海がまあ用地買収をしてやっているんでしょう。で多分この先の、ビルについてもまあ同じような形になるのかなというふうに思っています。すごいですね。もう全然違いますね。だいぶ変わりましたね。ここも何か、あ、ここもちょっとね、結構大きな雑居ビルが確かあったはずですよ。ここもそう、あそこもそう。おー、漫画喫茶とか入ってたんじゃなかったかな、ここは。なくなっちゃいましたね。そうです。多分この名古屋駅の北側の方だけでしょう、こうやって、やっていくのは。ということで、まあ、名古屋駅西口のリニアの進捗状況ですね、こちらを終了いたします。どうもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。